はい、どうも、ゆっきーでーす。今日はですね、アマゾンで、今日届きました。アマゾンにて、割と高級なウイスキーを購入してきました。それではね、開けていきたいと思いまーす。じゃ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 ん、そのウイスキーは、じゃ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 ーん！こちら！ブレンデッドスコッチウイスキーの、ジョニー・ウォーカー、グリーンラベル。値段が4300円。こちらは、リミテッドエディションデザインってやつ。でですね、グラスが、ロックグラスが2個ついてくるやつ。ですね。安かったっすね。グラスが2個ついてて、4200円って割と安いなと思った。うん。で、ちょっとね、まあ、衝動買いをしてしまったということで。はい。まあなかなかね。まあジョニー・ウォーカーは、以前、一番高いのでダブルブラックが値段3000円ぐらいだったかな。3500円ぐらいだっけ。ダブルブラックは飲んだことあるんですけどね。まあ以前レビューしました。よいしょ。それではね。お。じゃじゃじゃーん。ジョニー・ウォーカーのロックグラス。2個もいらねえんだよな、グラス。1個でいいんだけどな。1個分値段引いてほしいわ。2個もいらねえから、つって。割ることもねえし、邪魔なだけなんだよ。ヤフオクで売るか。メルカリかなんかで売るか。でも、あれやん。うん。デザインはどっちも一緒ですね。ジョニー・ウォーカー。ジョニー・ウォーカーくんがいます。それでちょっとね、グラスをちょっと洗いましょう。チェイサーのお水。よしと。ジョニー・ウォーカー、こちらが、15年、熟成となってますね。ダブルブラックは12年でした。よね。ジョニー・ウォーカーグリーンラベル15年。原産地スコットランド、アルコール度数が 43%、容量が 700ml、原材料が、モルト、シングルモルト、ブレンデッドモルトスコッチウイスキーってなってる。シングルモルトなのこれ。グレーン入ってないの？原材料にモルトってしか書いてないんだけど。これシングルモルトウイスキー？あれシングルモルトってモルトしか使ってないやつじゃないの？あ、俺の間違いかな？輸入者がキリン麦酒株式会社。あれ？これってシングルモルトじゃないよね？シングルモルトウイスキーじゃないよね？ブレンデッドモルトスコッチウイスキーって書いてあるの。よう分かりません。でも原材料はグレーンは書いてないですね。モルトとしか書いてないです。基本的にシングルモルトってモルトだけなんじゃないの？だからシングルモルトウイスキーなんじゃないの？これって。違うの？でもここにちゃんとブレンデッドモルトスコッチウイスキーって書いてあるから、まあブレンデッドなんだ。まあジョニー・ウォーカーってそもそも全部ブレンデッドなはずだけど。でもグレーンは使ってないってことは、シングルモルトではないんだけど、なんかシングルモルトに近い感じ。原材料的にはモルトしか使ってない。
グレーンは不使用っていう。だいぶ味違ってくるんじゃないかな。それやったらな。だって、ジョニーウォーカーダブルブラックって、モルトとグレーン使ってて、グレーンを使ってたよね。はい、こんな感じです。よっ。おう。こんな感じ。それでは飲んでいきたいと思います。いやー、ワクワクすっぞー。ワクワクすっぞー。オラワクワクすっぞー。それでは、皆さん、ご賞は願います。乾杯。おーさて、香りが。お香りがいい香りするぞ。なんか、あ、なんだこれは。あ、ん、あ、軽いっすね、味が。下にどしっとくる、重厚感じゃないって、重厚感はないっすけど、めっちゃ軽い系の味っすね、これ。ダブルブラックとは真逆みたいな感じ、するな。しかもめっちゃ水みたいで飲みやすい。なんだろう、口当たりが。いや、アルコール度数 43% なんだけど、全く、辛さも、ほぼほぼない上に、なんだ、甘い。明らかに甘い。ダブルブラックって割と、ほら、重厚な、いわゆる、なんだろうな、スモーキー的な感じだったじゃないですか。こっちは全然スモーキー感が、なんだろう、あるんだけど、スモーキーというよりは、どちらかというとスモーキー感はそんなないっすね。スモーキーではないっすね。なんかめっちゃ軽くてめっちゃ甘くて、口当たりがめっちゃスムースで、とにかく甘い？味がめっちゃ甘い香りするな。めっちゃ甘い。なんかスモーキーさはほとんどない感じするね。ダブルブラックに比べたら真逆で全くスモーキーさがほぼ皆無みたいな感覚あるね。なんか、どしっと来ないのでめっちゃ軽いんですよ。軽やかな味わい。すげえ軽やかなんだけど、いやでもこういうウイスキーってあんまり飲んだことない。逆に。重い系しか飲んだことないんだよね。すっげえ口当たりが、蜂蜜みたいな感じするな。甘くてな。蜂蜜みたいな味するな。てか、香りが蜂蜜みてえなんだな。ああ。口当たりが本当になんか、ピリとも感じない。恐ろしくまろやか、マイルド。で、すっげえ軽い。超軽い、なんか。口の中に触れているのかすら怪しいぐらいのレベルの、そしてやっぱすげえ
蜂蜜みたいな香りするね。ほんとに。あ、これが蜂蜜みたいな香りって、こういうことを指すのかっていうレベルの、蜂蜜のような。いや、でもここまで軽い、こんな軽い、ウイスキー飲んだことないレベルのほど軽い。本当に今、一瞬こう飲むときに、鼻が近づくじゃないですか。その時に蜂蜜の香りするのよね。うん。で、飲んでみると、いや、蜂蜜ではねえんだけど、やっぱ、すげえ甘いなって。うん。で、ただ重厚感がまるでなくて、言ってみればコクみたいなのがほとんど水みたいな感じで、コクなんて皆無レベルの、ほとんど感じない。はぁ、あ。ダブルブラックとは真逆みたいな感じだね。ダブルブラックは割とさ、重い感じあったじゃないですか。で、スモーキーな感じあったじゃないですか。でもこれは人を選ぶだろうな。ただ、蜂蜜みたいな、なんか、風味ってなかなか、ないもんね。いや、これはすごいな。うん。ただ、あわよくば、俺は個人的には、もっと重い系が好きやったんで、ドスッとくるその重厚な、あとその、スモーキーな感じのウイスキーが、まあ良かったかなっては思うけど。でも真逆で、なんか蜂蜜みたいなウイスキーは、これで、これはこれでありかなと思いますね。ちょっとググってみましょうか。ジョニーウォーカー。まあ、アマゾンで買ったんだけど。ジョニー・ウォーカー・グリーナベル15年は著名な4種類のシングルモルトを中心に15年以上熟成されたモルト原酒のみを使用して作られたブレンデッドモルトスコッチウイスキーです。ブレンデッドモルトスコッチウイスキー。ブレンデッドスコッチウイスキーじゃなくて、ブレンデッドモルトスコッチウイスキーだ。いわゆるモルトをブレンドしたっていうことなんだろうね。グレーンは使ってない。15年以上熟成されたシングルモルトの、個性的な味わいを卓越した技術でブレンドして作り上げた奥深く芳醇な味わいが特徴です。そんぐらいしか書いてない。いや、本当にあれだな。蜂蜜だな、これ。蜂蜜かなって思うね、これ。グリーンはブラック、ゴールドと比較するとやはり特殊。香りは抑えめで、口に含んだ瞬間はまろやかですが、中盤にはビターな甘み、スパイシーな味わいがやってきます。抜けは穏やかでコクがほのかに残る感じ。ストレートで飲むのもいいですが、水をほんの少し加えてグラスを回すと香りが開くと言います。グリーンに、少し水を加えると香りの立ち方がまろやかになりました。口に、入れた瞬間の印象も異なってびっくり。ちょぴっと入れてみ。あ、なんか辛くなった。あれ、なんか辛くなった。あれ、なんか辛くなってない。気のせいか。
あ、でも美味しいな。ジョニー・ウォーカー、グリーンラベル。とにかく、スカイ島のタリスカ、アイラ島のカリラ、スペイサイド地方のクラガンモア、リンクウッドをキーモルトとし、上流所の個性を残しながらも、複層的でバランスが取れた味わいが特徴です。ジョニー・ウォーカーが保有する800万ダルにも及ぶストックから厳選した最低でも15年熟成したモルト原酒だけを原材料としたブレンデッドモルトスコッチウイスキーです。あ、とにかくすげえ軽いなって思った。あ、すげえ軽くて蜂蜜みたいな香りするなって甘いウイスキーだなっていうのが分かった。まあ、とりあえず、ジョニー・ウォーカーダブルブラックと、比較すると、こっちの方が、明らかに軽いっていうのはあるけど、ただ、一概に、いや、ダブルブラックの方が濃いから、うめえとも、言えない、ね。うん。この、蜂蜜のような香りは、これは、うん、甘くて、本当に蜂蜜、濃厚な蜂蜜の香りみたいな感じの、うん、そんな香りと軽い味にあと甘さ、ここまで甘いウイスキーもなかなか飲んだことないですね。まあ値段が4300円、4300円でこれを買うかっつうと、まあでもいや、美味しいっすよ。うん。うん。いや、美味しい。ジョニー・ウォーカーダブルブラックは割とありきたりっていうこともないけど、まあ、濃かったは濃かったで、スモーキーさは、あったんだけど、値段3500円ぐらいするから、それに考えれば、比べたら、まだこっちの方が、飲んだことないような、その、蜂蜜的なウイスキーって、飲んだことなかったんで、こっちの方がまだ、買う価値はあるかな。甘みはとにかくすごいっすね。うん。甘みはとにかく、むちゃくちゃ強い。で、香りはまあ、香り強いって、弱いこともないんだけど、まあ、でも、ウイスキーとしてはそこまで、まあ、ほどほどぐらいちゃうかな。まあ、これは四つ星ぐらいっすね。うん。1544です。ご視聴ありがとうございました。